消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、本日もナレーションは私、両方が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日は VS リッカーズ中盤戦となります。バタには、藤本くんが入ります。藤本くんも翔一郎くん同様接待焼きを受けているので、どうかと思いきやこれサードゴロ、ベース大井さんがしっかり掴んでファーストアウトとなります。続く9番は浜松、遠いですよね、浜松から来てくれた平峰さん、これは打ったファーストゴロとなり、これはアウトとなってしまいます。いや、いいスイングなんですけどね、紙一重といった感じでしょうか。はい、続く10番も浜松からお越しの鈴木さん、これはしっかりと選んでフォアボール、ツーアウトから出塁となります。いや、ナイス選球眼です。すぐ11番新出さん、自援護できるか、これはサードに打ってちょっとキュルキュルしてるが、大井さんしっかりと掴んでファーストアウト。大井さんね、やっぱり守備うまいですよね。はい、この回も新出さんがマウンドへ上がります。これはサードに打たせて、ボディをするが、これは大きく弾いてしまい失策となってしまいます。すぐバッターには朝ペン、さあどんな投球を見せるか、これはわー、すいいボールですね。ボールがうなってますよね。はい、続く球はうい、これはファールとなります。いや、球威がいい、本当に。はい、追い込んでからドンと、はい、三振でまずはワンアウトとなります。ナイスピッチ。はい、続くバッターはうい、おっと、これはセンター後方、あー、落ちてしまう。これでね、一気にランナーが、これはサードでストップとなります。これ良かったのが田島さんの処理がね、めちゃくちゃ速くて、打ったバッターが二塁まで行かなかったことかなと。はい、続くバッターは大井さん、これはショートへ上がった打球、ちょっと回転かかってたんですけど、両平がしっかりと両手で掴んでツーアウトとなります。はい、続くバッターユーポン、ポンポンポン、ナイスピッチング。はい、ピンチをしのいだ次の回はディオさんからになります。相手ピッチャーはね、そのまま引き続きユーポンで投げています。これが三振となってしまいます。いや、カーブいいですよね。はい、13番は唯一のオアシス良平、これフルスイングしたんですけれども、捉えられず追い込まれてしまいます。3ボール2ストライクとなって、これはこれボール球なんですけどね、食らいついていって走って走って走ってヘスラーセイ。いやー、ちょっと恥ずかしかったですけど、なんとかセーフになってよかったです。ラストバッター、14番には翔平が入ります。昨年の夏に対戦してるときはね、レフトに勝ち込んでるので、ここでもね、フェンスは高いですけれども勝ち込んでもらえたらなといったところで、はい、フルスイング、おいよいしょ。いやね、思いっきり振れるのが本当に羨ましい。はい、ワンボールワンストライクとなって、よいしょ、とこれがちょっとね、崩されてしまって、泳いだスイング、センターフライとなってしまいます。夏の対戦の借りを返したって感じですかね。はい、またこれでコンビ対決、これはフラフラーっと上がった打球が、これ朝ペンが落としてしまい、ヒロトなんとか出塁となります。いや、でもね、相方から打たないとね、ちゃんとしっかりとしたのはヒロト、頑張れ。はい、続くチャンスでオッチョさん、これは変化球が引っかかったか、ワイルドピッチとなり、一気に2、3塁となります。チャンス拡大、さあどうか、オッチョさん仕留められるか、うーんと、これ高く上がった打球がショートフライとなり、点が入らず無得点となります。はい、3回も飯出さんが登板します。これはレフトに高く上がった打球、オッチョさんが背走してナイスキャッチ、これでまずワンアウトです。ナイスキャッチ。はい、続く真淵さん、先ほどはね、デッドボールだったんですけど、おっとおっと、ダーン、グッバイ。いや、危ない、ギリギリファール、本当にどこまで飛ばすんでしょうかね、本当に怖いです。でこれ、真淵さんシフト引いてるんですよね、ヒロトがセカンドの裏にいるんですよ。
それぐらい警戒してます。ほらヒロト映った、はい、セカンドですよヒロトは、はいはいはい、ドーンとこれもレフトに上がった打球配送して、おっちょさんがしっかりと掴む、はい、ツーアウト、ナイスレフトです。2人でツーアウト取れたのはでかいかなと思います。はい、お次のバッター、ドーンとこれはライト線抜ける長打となってしまいます。藤本くんが追いかけ、3つは行かせたくない、おー、ツーベースですね、よかったよかった、3つ行ったかれたらちょっとあれでしたね。はい、続く、植木さんがフォアボール、これで1、2塁となります。はい、続くバッター、はい、打ってこれがセカンドのゴロとなり、いやや、りましたよヒロト君、やったね。はい、朝ペンはフォアボール、これが押し出しとなってしまいます。いやちょっとね、一球もストライク入らずっていうのはもったいなかったかもしれないですが、でも気にしないでください、ヒロトです。はい、自責はないです。はい、お次のバッター、ドンと打たれて、これが左中間に落ちてしまう、これでまず三塁ランナーホームイン、そしてセカンドランナーもホームイン、これで同点となってしまいます。一つのミスからこうなるってちょっともったいないですよね。続く大井さん、ここで打ち取りたい、これがセンター田島さんが配送し、ナイスキャッチ、ピンチだったんですけれども、なんとか同点で抑えて次の回へ。3点取られちゃったんでね、3点以上取り返したい。はい、 P さんからですが、これはファール、ここもねさっきフォアボールだったんで、 P さんまあ打ちたいですよね、せっかく U ポンとの対決なので、うい、振っていく、強振、ナイススイング、これで3ボール2ストライクとなり、でこれねフォアボールだけは避けたいところ、おーっと、あーやっぱフォアボールとなり、まあでも翔平としてはしっかりと出塁となるので、ナイス選球眼です。これ田島さん、はい、これが左中間に飛ぶが、センターゆっくりと、掴んでランナー進めることができませんでした。先ほど先制打の翔一郎くん、これはしっかりと選ぶフォアボールで、これでランナー 1,2 塁のチャンスに、チャンスで先ほどの打球を見せてもらいたい。白波さんどうだ、おー、これは高い、ショートフライとなってしまいます。アウトですけどね、もう弾道お化け高すぎる。続く関根くん、先ほどの借りを返せるか、これはサードゴロ、大江さん冷静にサードを踏んで、この回もチャンスとはなるのですが無得点となります。この回から浜松組の鈴木さんがマウンドへ、本格派のサイドスローです。本当にサイドスローでこんなに速い球投げられるのかといったようなピッチングをするので、両平もサイドスローならしっかりと勉強させてもらいます。これもまっすぐで追い込みます。3ボール2ストライクとなり、ドサンと、よいしょ、ドーン、先頭ユーポンを三振に取ります。ナイスピッチング。はい、お次のバッター、これもドンと、アウトコースギリギリいっぱい、これ翔一郎くんのキャッチングもナイスキャッチング。はい、こちら1点してインコース高めのまっすぐを振らせ、2者連続三振、いやまっすぐキレッキレです。はい、馬淵さんはこれはサードに打たせた打球、しっかりと関根くんが取ってファーストアウト、素敵な立ち上がりです。次回 VS リッカーズ最終章、チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。